近江八幡市は滋賀県のほぼ中央、琵琶湖の東岸に位置し、北に奥島山や観音寺山、南に雪の山や亀割山を有する風光明媚な町です。市内には多くの名所旧跡があり、戦国武将織田信長が天下統一の拠点とした安土城跡、豊臣秀次が築いた近江商人のふるさと八幡堀界隈、琵琶湖八景の一つに数えられる豊かな水郷、自然の恵みや先人たちが作り出した文化とそれらを受け継ぎ今を生きる人々の営みとが一つになって響き合う風情あふれる町、近江八幡へこれより皆様をご案内します。天正4年、織田信長はこの地に日本初の天守を有する絢爛豪華な安土城を築きました。安土城跡は国の特別史跡に指定され、現在も残る重厚な石垣や礎石がかつての城の壮大さを今に伝えています。安土城の20分の1スケールの雛形を展示した安土城郭資料館、セビリア万博に出展された原寸大天守を展示した安土城天守信長の館、信長と安土城に関する豊富な資料を持つ県立安土城考古博物館、安土城の築城とともに建立し、安土問答が行われた城郷院、日本最初のキリシタン神学校推定地であるセミナリオ跡、安土の地には信長の栄華と夢が詰まっています。信長亡き後、天正13年、18歳にして近江43万石の領主となった豊臣秀吉の甥、豊臣秀次は八幡山に城を築きます。五番の目城に整然とした城下町を作り、そこへ元は安土城下にいた商人や職人たちを呼び寄せ、楽市楽座の施工や八幡堀の整備を行うなど、商業都市としての発展に力を注ぎました。現在八幡山の山頂には秀次の菩提を弔った村雲御所随龍寺が静かに佇み、町を見守り続けています。法律が愛した町、近江八幡。池田町洋風住宅街、旧八幡郵便局、旧岩家住宅など異国情緒漂う洋風建築の数々。これらの設計を手掛けたのはウィリアム・メレル・ボーリズであり、明治38年、滋賀県立商業学校に英語の教師として来日しました。ボーリズは熱心なキリスト教伝道活動を行うとともに、建物の風格は人間と同じく、その外見よりもむしろその内容にあるとの信条で、全国でおよそ1600に及ぶ建築設計に携わりました。メンソレータムを日本に輸入した人物でもあり、結核治療のための近江サナトリアム、現在のボーリズ記念病院の建設、
近江兄弟社学園の設立など、医療や教育の分野まで様々な社会貢献事業を行いました。近江八幡を深く愛した彼の奇跡と精神は今も生き続けています。水の里近江八幡。琵琶湖や水郷など古くから水と深い関わりを持ち、中でも八幡堀の存在を欠かすことはできません。本来堀は城を守るためのものですが、秀次は八幡堀を運河として利用することを考え、琵琶湖を往来する船を全て寄港させました。八幡堀を起点として多くの人や物が行き交い、城下は活気にあふれました。現在八幡堀には遊歩道が設けられ、春は桜、初夏は菖蒲が堀端を彩る近江八幡の代表的な観光地であり、映画やドラマのロケ地としても頻繁に利用されています。西の湖を中心とする水郷地帯は、春色安土八幡の水郷として琵琶湖八景の一つに数えられ、辺り一面を吉が生い茂り、日本の原風景ともいえる雄大な自然が広がっています。国の重要文化的景観第1号に選ばれ、ラムサール条約湿地として西の湖と長命寺川が登録されるなど、人と自然が織りなす景観と貴重な水環境は国内外から注目されています。吉原の中を船で進む水郷巡りは、春夏秋冬の情緒を五感いっぱいに味わうことができます。日本最大の湖琵琶湖に浮かぶ沖島、湖に生活を営むことは世界的にも珍しいとされています。島の歴史は源氏の落人が住んだことに始まると言われ、周囲 6.8km、 面積 1.5 平方キロメートルの島の中には小学校や郵便局、寺や神社、民宿などがあり、漁業を中心とした素朴で温かい島の生活が営まれています。島の対岸には環境省がまとめた日本の水浴場88選の一つ宮ヶ浜水浴場があり、夏には湖水浴を楽しむことができます。近江商人の一つ八幡商人の発祥地近江八幡。全国に進出し商才を発揮した彼らは信用を第一とし、学校建設や神社仏閣への寄進など常に地域への貢献を忘れることはありませんでした。八幡商人の熱い信仰を集める日暮八幡宮には、若干20歳でベトナムに渡り海外貿易で活躍した商人西村太郎右衛門が寄進した安南渡海船学が収められています。かつて商人たちが住んだ新町通りや長原町通りは重要伝統的建造物群保存地区として町並み保存がなされ、格子戸や御輿の松、宇立つなど往時の風情が色濃く残っています。近江八幡市立資料館では風格ある建物や八幡商人ゆかりの品々を通して、彼らの質素倹約、質実剛健な暮らしぶりや精神を間近に感じることができます。江戸時代、人と物資が盛んに行き来し活気にあふれた中山道。
近江八幡には宿場町の一つ武蔵宿があり、虫子窓や格子を巡らせた古い家並みや筋に残る石の道しるべが当時を彷彿とさせます。また中山道沿いの西宿町には住友財閥中興の祖である伊庭邸号の生家跡があります。クスノキの大木が今も残り、現在は伊庭エコ広場として市民の憩いの場となっています。日朝友好の道、朝鮮人街道、その起こりは織田信長が安土城築城の際に京都までの道を結んだことによると言われ、慶長12年以降計12回、朝鮮通信使たちがこの道を通り江戸へと向かいました。本願寺八幡別院は徳川家康が上洛の際に宿泊場所としたほか、朝鮮通信使の休憩場所や食事場所として使用された歴史ある寺院です。万葉ロマン香る近江八幡。藤原の不比等をはじめ多くの人々が歌った絶景、水景の丘。天智天皇の創建であり、日本で最初に養蚕を始めたとされる桑の道。古来より数々の歌に詠まれてきたお磯森の中、衣笠山をご神体とするお磯の森、お磯神社。天智天皇が日本初の馬の国営牧場を築いた地に聖武天皇が創建、馬の聖地として名高い吉備の真吉備ゆかりの鴨神社。近江源氏佐々木氏の氏神として崇拝され、ロウバイやナンジャモンジャなど四季の花が美しい佐々木神社。詩情あふれる祈りの地で、悠久の時に思いを馳せてみてはいかがでしょう。近江をこよなく愛した随筆家白洲正子、自らの足で各地を旅し、その土地に息づく自然や文化の美しさを綴った豊かで繊細な文章は、今なお多くの人々を引きつけています。随筆、近江三画抄ゆかりの西国31番札所、長明寺。隠れ里ゆかりの西国32番札所、観音小寺。観音寺城跡、紅葉と竹林の名刹、京林坊。本を片手に秘境と呼ぶほど人里離れた山奥ではなく、ほんのちょっと街道筋からそれたところにある、そんな素朴な桃源郷近江の隠れ里を訪ねてみてください。近江八幡には四季を通じて個性豊かな祭りがあります。代表的なものでは、国の無形民俗文化財に選択されている近江八幡の火祭り、佐義町祭り、八幡祭り、篠田の花火。中でも3月の佐義町祭りは、故国に春の訪れを告げる伝統の祭りであり、その年の干支にちなんだ13基の佐義町が
2日間にわたり八幡山麓の旧城下町を練り歩きます。また佐々木神社では大松明や手桶踊りなどをはじめ伝統にのっとった佐々木祭りが華麗かつ勇壮に行われます。ここで豊かな大地と歴史の中で生まれた近江八幡の名物についてご紹介します。とろけるような柔らかさと繊細な甘みを持つ日本三大牛の一つ近江牛。派手好きな織田信長がこんにゃくまで赤く染めさせたなど諸説が伝わる赤こんにゃく。見た目から辛そうな印象を受けますが、三二酸化鉄という鉄分で赤く染められているため健康的にも優れた食品です。その他長寿符、鉄地羊羹、古魚料理、地域ブランドである豪州水門野菜、伝統野菜の北の庄菜、信長ネギなど、近年ではよしうどんやよしジェラートなどヨシを使った新しい商品もおすすめです。工芸品では奈良時代からの古い歴史を持つ八幡教え、聖徳太子によって製造方法が伝授されたといわれる八幡数珠、そして商人の町並みの象徴ともいえる八幡瓦。八幡瓦を中心に世界の瓦を展示する瓦ミュージアムは、瓦独特のいぶし銀の風合いが随所に生かされ、建物そのものも魅力的です。その他、すだれやヨシ紙などのヨシ製品、竹製品など多くの工芸品があります。自然の恵みが調和する心のふるさと、近江八幡。ぜひその目で見て、聞いて、触れて、味わってみてください。皆様のお越しを心よりお待ちしています。